うチャンネル。女子中学生をネットカフェに連れ込み、下半身をスマートフォンで撮影した疑いで26歳の男が逮捕された。容疑者の名前は山本力。家庭に問題がある子や悩みがある子を狙って反抗してたらしいで。言うじゃな、ほんまあれよ、中学生とか何やんかわからんの。やっぱあれかな、大人じゃダメなんかの。しかしあれやなんかの、まあそういう弱者を狙って犯罪するとかマジ余者はけしからんの。まあみんなもあれよ、大人になろうや。じゃあ